はい、皆様こんにちは。今日もエンドゾーンの DLC ディスタントプレイシーズやっていきたいと思います。前回ですね、こちらの方研究所とか、何ですかね、遠征本部、そして取引所の方を作りましたので、今回はその続きをやっていきたいと思います。研究所の方の研究ポイントが溜まってますので、ちょっと資源のですね、こちらの生成所が欲しいので、こちら取っていきたいと思います。廃材の方が足りないみたいですね。気をつけないといけません。あとペットボトルのプラスチックだ、すぐプラスチックをペットボトルと言ってしまいますが、プラスチックと布の方も足りませんので、こちらの方ちょっと注意していきたいと思います。人口の方は157人でちょっと、減ってる。そして、人口率はまあ平均的な感じで伸びるということですので、あと、こっちの方は前回の後に作ってありますので、こちらが作られるまで少し待ちましょう。家の方が若干足りなくなってきたということですね。食べ物に関してはどうだろう。生産限界1万5000のうちの半分ぐらいですね。一応、在庫が6000ぐらいあるのかな。これをちょっと基準に考えていきたいと思います。まあ、これ3000とか、に向かっていくようなら少し気をつけなければいけませんね。人口の方は7人余ってるということで、少し、分けるかな。足りないのは、やばい。回収業者の方がちょっと足りなくなってますね。これあれかな。指定が止まってしまってるのかな。これ119ありますね。こっちは200。あ、こっちはまだ作ってないと。ちょっと、廃材の方が足りなくなってきましたので、こちら早めに作ってもらいましょうか。これで OK。人の方は、あと2人か。どうしようかな。まあ、ちょっと研究が始まったんでね、廃材いっぱい取られてるのかもしれませんね。作業エリアが空になったと。まあ、こちら多分人が入ってないところでしょうね。ことか、入ってませんので、入れておきましょう。はい、ここと来ましたね。完成しましたね。こちらの方を指定して、廃材の方をしっかり確保していきたいと思います。あと、ここはなんだ？あ、廃材がないから修理ができないんですね。こっちの方では水がしっかり作られてますね。ろ過装置ちゃんと動いてるかな？時々ですね、これ、やっぱりか。作るだけ作って、で忘れる時があるので、あ、こっちはまだか。これで大丈夫そうですね。ちょっと5500ぐらいか。ちょっと食料減りましたので、ここら辺で食料も作っておきましょう。牧場を、どうしようかな。2つ入るかな。入らない。2つは入らなかった。ので、どうしようかな。2つ入れたいな。2つ入れましょうか。こことここに入れましょう。こちらちょっとキャンセルだな。牧場を2つ入れるのに、ここにもう1個作っておきます。よいしょ。必要なものは、材木、廃材、金属と、金属はある。廃材がないだけですね。とりあえず、イノシシ2頭入れたいと思います。ヤギの方もいいんですけど、チーズかなんか作らない限りミルクいらないので、今は必要なのはお肉だけなので、お肉作るように頑張りたいと思います。よし、これで、とりあえずは、あとはどうだ？ツールもある。布。プラスチックですね。電子部品もちょっと危ういな。で、炭の方も意外と、危ない感じですね。ツールはどうだった？ツールは金属製がない感じですね。炭焼きをちょっと人増やしておきましょうか。木材はまだあるから大丈夫。金属、ツールの方も入れておきましょう。さあ、ちょっとここら辺で作っていかないといけないんだよな。ああ、やばい。砂嵐来てしまいましたね。砂嵐来ると廃材の方がかなり必要になってきますので、こちらの方は仕方ありません。
干ばつになってますね。干ばつになってるので食料が、結構なくなってくると思いますが、ここら辺でどこぐらいまで、食料が確保できるかだな。この人はキノコ、布、スカーフか。スカーフもらっときましょうか。薬草はいっぱいある。あとは布ですね。布を限界までもらいましょう。よし、これで交換しておきたいと思います。よし、これでまた進めます。こっちはあと190余ってる。あ、これゼロになってますね。危なかった。ゼロになってますので、こちら廃材の方をしっかりと範囲に収めておきましょう。105回収できますね。あとは900、大丈夫ですね。はい、こちらの方も徐々に出来上がってきましたね。こちらでは布を作ってるので、一応どうしよう、ガスマスクかなんかを作れるようにしようかな。氷の方も作っておきましょうか。氷作る。あと炭焼きもちょっと作っときましょうか。よし、これで炭をこちらの方の、一時保管庫に入れてくれれば、布とペットボトルで、衣服が作れると思います。よいしょ、2つぐらい作っておきましょうか。さあ、レイダーが来るらしいんですけど、まあレイダーに対して今のところ何もできませんので、まあ仕方ない、放っておきましょう。なんだ、修理するための資源が不足してますということで、ちょっと修理早めにしないとダメですね。タスクの方で、廃材の方は少し集めましょう。よし、これで修理の分もなんとかなるけど、これやばいな。廃材がないとどんどん物が作れなくなって結構きつくなってきますね。水、食べ物がもう結構6000から4000になってますので、ここも気をつけなければなりません。人口の方増えてきたらちょっと、修理するためにも建設工の人増やします。ここら辺のですね、下手、炭焼き。結構どれもきついな。木こりにちょっと増やして、農家も増やしておきましょう。牧場の人も増やして、ちゃんと死なないように管理しないといけませんね。除染系はまあいいとして、こんな感じかな。これでしばらくは出来上がるまで待っていきましょう。ちょっと廃材の方増えてきましたね。研究まであと約50持ってくれば研究が開始されますので、研究してもらいましょう。ではこのままちょっと少し、進めていきたいと思います。さあ、人口がですね200人近くちょっと来てしまいましたね。おかげでちょっと食べ物の方が本当にちょっと危険になってきました。イノシシの方もあと1頭入れば肉ができて、こっちの方は肉がもう取れ始めてますね。少し大規模な農園でもちょっと作ろうかな。かなりピンチになってきています。ということで、よく自分は作ってたと思うんですけど、農場の方を結構作っていきましょう。どこに作るかだな。ここら辺で作れそうにないので、こっち側ですね。こっち側にガンガン、畑の方を建てていきましょうか。ちょっと廃材がここに10だけ残ってるのがちょっと気になりますので、これを取ってしまって、少し食べ物を作りましょう。さあ、なんか、必要って言ってますね。簡易ツール、水を貯める、マスク、そして食料ですね。これ一番難しいな。食料が今一番難しいですね。さあ、研究が終わった。やった。これでいろいろなものが作れるんですけど、今はそんなのを作ってる余裕がありませんね。よし、こっから食料を大量に作り始めるか。16×16 なので、どこら辺までだ？ここか。こっから 16×16 を、何個か作りたいと思います。やばい。廃材が邪魔で作れませんね。どうしようかな。ここら辺のからにするか。ここもダメか。
16×16。うん。ここにとりあえず1個作りましょう。こいつを早めに取ってほしいんですが、取ってくれないな。さあ、あと5だけ取ってくれないと、どうしようもありませんね。さあ、ここも 16×16 を作っていきましょう。果樹園でも作っていくかな。さあ、果樹園の方も少し作っていきましょうか。ああ、雨降ってきたからギリギリ大丈夫そうかな。で、商人が来てるのは、ああ、こちらがあげれるものが何もないんですよね。なので、これは帰ってもらいましょう。食べ物が結構厳しいな。畑。あ、やばい。そして来ましたね。とりあえず初回なので、貢ぎ物、水でよければあげましょう。これ渡して、ちょっとやり過ごしましょうかね。まだそんなに余裕はありません。あ、でも干ばつが来るな。よし。はい、これで、なくなりましたので、こちらの方はまた戻しておきましょう。で、こっちの方が空いたので、ここに水のやつを入れておこう。水のところを入れて、そして、あとはまた畑の方を作っておきましょうか。これもう一個いけるかな？いけますかね。16×16 で入れておきましょう。これで、まあ、畑とかも4つ増やすので、多少ですね、いけるのではないかなと思いますね。20人とりあえず入れておきます。他は電子チップがないのは、まあ仕方がないですね。ああ、そしてプラスチックもなくなってきたな。プラスチックの生産も追いついていないと。ここら辺のが布作ってたので、プラスチックに変えましょうか。うん、これで OK ですね。木材の方はある。ハーブもありますね。ツール。金属ツールがちょっと少ないな。やっぱスカーフしかない状態ですね、現在。さあ、干ばつがもうすぐ来るので、早めにですね。なんかを植えておいて、食料の方をしっかりと確保したいと思います。特に水が切れると、こちらのですね、牧場の動物死んでしまうので、連鎖で植物、食料が足りなくなりますね。そうだ、廃材があるのと、廃材ぐらいか。これ欲しいんですけど、廃材どれぐらいでいけるかな。仕込んだけでいけるので、これ交換していきましょう。よいしょ。さあ、あとは、どうだ、廃材がちゃんと他が設定されてるから、241、333、大丈夫そうですね。ああ、食料が本当にやばいな。かなり食料不足で困ってきています。これ、干ばつになると、採取してるやつですね。収集してるやつが取れなくなるので、ハーブと一緒に取れなくなるので、そちらも結構危ないんですよね。さあ、そして気づいたら炭の方もなくなってきてますね。これはもう建築よりも他のところに入れていきましょう。下手かな。あ、人死んでいなくなっちゃってましたね。研究員はそのまま入れると。研究ポイントはまだゼロのままなので、次、あ、やばい、食べ物がなくなる。次、ポイントが上がったら、上級の学校の方を作っていきたいと思います。さあ、間に合いませんでしたね、食料の方。あ、そしてこんな時に、砂嵐来て建物が壊されるんですね。結構痛い。これは結構痛いですね。農場があるから、ギリ食べ物大丈夫かな。もう一回干ばつきますね。雨が続いた後に干ばつきますので、ここも結構気をつけないといけない。シーズンが89になって、砂嵐が終わったかな。ピーマン、ごぼうの方作っとくか。食べ物が結構切れてきましたね。50人近くなってますね。うん、このミッションはダメ。次のやつは食料のカテゴリーが3つできればいいってなってますね。食料のカテゴリーか。畑とかが一番楽なんですけど、それの生産すらできてませんので、
結構厳しめですね。どこだろう。あとは、ここら辺に収集小屋とか作っておくか。回収小屋ですね。こちらの方ちょっと作っておきましょうか。これで少ないけど少しは集めれると思います。いや、食べ物が結構きつい。あ、人数もちょっと減ってきましたね。190ぐらいいたのが175になってます。あ、死んだ感じなので、ちょっとやばいな。あとお墓が足りない。結構忙しいですね。ここが全部死んでるので、ここに一つ必要ですね。もう一個ここら辺に立てて、範囲を補わないといけません。ここ立てれないな。ここいける？いけますね。ここにしときましょうか。ちょっとまあ、立ててる余裕はあんまりないな、でも。ツールの方も若干減ってきましたね。困ったな。水の方はいった。食料のカテゴリーがあと2つか。で、1000もらえるので、早いところ1000もらいたい。こちらが出来上がったんですね。1個、サクランボ、ごぼう。あと1個、ここが取れれば OK。で、こちらができれば、2つ一応行くのかな。さあ、こんな感じで進んでます。あ、食べ物がちょっと回復してますね。こちらの方は400、200、110。まだ大丈夫です。さあ、食料の方は今雨が降ってきてますので、おそらく、大丈夫になるのかな？今から採取が行くと思うので行けるでしょう。あ、期待には応えられなかった。まあ、これは仕方がない。ハーブ、大丈夫。技術と職人でちょっとツールをしっかり作っていきましょうか。さあ、取引の人が来ましたので、取引したいと思います。ああ、そしてこの人来たんですけど、この人、自分最近ちょっと違うゲームの人にしか見えていません。なんかちょっと人の足跡とか見るような人に似てる感じなので、ついついそう思ってしまいます。さあ、これ豆ですね。豆。食料なので、こいつをいっぱいもらって薬草をあげるか。あとは、プラスチックの方があるけど、プラスチックは大丈夫。食料もありますね。ちょっとこれで交換しましょう。そして忘れてましたが、こちらの方ですね。探索の方も行きたいと思います。これは回収品で OK。ここ行けるかな？教会行けますかね？バッチ。ハンマーとろうそく。ろうそくの人がいないので、ちょっと行けないな。あとは、学校出てる人か。これはいけそうかな。つるはし、電球マークありますね。これで全部いけるな。適当に流しておきましょう。7ぐらい持っていけば問題ない。ということで、この人らで遠征に出発させます。やった。食料ゲットしましたね。こちらの方で、しっかり取れたみたいですので、OK です。住人の方はいない。一応、まあ、気休め程度に魚釣り小屋も建てておきましょうか。まあ、本当こんなあっても、大量になくなるので、一気になくなってしまいますね。さあ、こんな感じで開けておきましょう。あ、また食料が結構きつくなってるな。住居の方はまだ建てていませんので、問題なくいけてるのかな。炭、布、ペッテ、プラスチックですね。プラスチックは製造している。こちらの方は炭と布。で、問題なしかな。よしよし。あ、人口は減ってきてますね。あんまり減りすぎると今度、いろんなところに回らなくなるんだよな。はい。とりあえず、ここら辺で、住居でシェルター作っていきましょう。まあ、いいか、ここで。ここにちょっと作っておきます。資源、ないかな？あるかな？こちらの方もちょっと作りたいんですよね。なので、どこにしよう。こっちの方にちょっと立てておきましょうか。これで、プラスチックとか、
布とか、金属ですね、こちらの方がたくさん取れると思います。さあとりあえずレストランの中見ていきましょう。3箇所4箇所ありますね。チップ、こっちの方は廃材、あ結構いいな。冷蔵庫、種来い、種来ませんでしたね。えい、金属、あーなかったな。まあいいや、結構もらえましたので、あ廃材20、うん、ちょっと微妙ですが、まあもらえなかったよりかはマシなので、これで持って帰りたいと思います。さあ食べ物の方がほんとやばいな、ほんとどうしようもなりませんね。もう少しちょっとなんかしよう。さあ人も増えてきた。畑の方にちょっと人入れましょうか。よし、こんな感じかな。で技術ポイントが1個増えてますので、こちらの方上級学校を入れていきます。これでバッジの獲得をも、進めていきたいと思います。お墓の方は人が足りない。お墓ですね、こっちの方で範囲選択しましょうか。どこだ、重ならない程度にやりたいんですけど、こんな感じかな。少し漏れてる場所がありますが、とりあえずこんだけ入れておきましょう。さあ、ネックスカーフは生産してる。簡易道具もおそらく生産してると思いますので、これでこのままほっとけば大丈夫かな。よし。まあ、ちょっと危うい点もありますが、まあ、なんとか育ってる感じはしますね。大丈夫かな。人ここ入ってない。死んだか。さあこれをどこから移動させるかが問題ですね。医者と物流を1人ずつもらって、やばいな、どこも入らないな。困りましたね。どこに割り当てるべきなんだろう。食べ物、ツールがちょっと怪しい感じはしますが、井戸、水ですね、水と、とりあえずは他に足りなさそうなのはないな。廃材もある。むしろ木こりがちょっと多いですね。木こりから服の方に回しておくか。そして、こちらの方が今建設中なんですけれど、こいつを作ることによって、めちゃくちゃ人を当てはめることになりますので、人口の方がちょっと必要になってきましたね。まあ、人口増やしたいけど、食べ物が怪しいので、これがきちんと収まるまでは何も作れない状態となっています。さあ、探検の方にもう少し進めていきましょうか。編成ウィンドウで、ここは回収マーク。温室境界。ここら辺の行けるかな？ここら辺のバッジありますかね？ここの2つはある。荷物のマーク。ああ、荷物のマークがないかな？バッジ。なので、ここはちょっと行けませんね。これも回収品。境界。これはエンドゾーン行けそうですね。この4人で行かせましょう。5個ぐらい。こう。道具はいらないかな。これでちょっと向かわせたいと思います。ではですね、少し様子を見て、到着するまでは、まあ、することはありませんので、見ていきたいと思います。さあ、到着しましたので、エンドゾーンの方に入っていきましょう。さあ、エレベーターで入ると。さあ、やばい、メインホール、こんだけか。あ、そして、こちらですね、漁業がちょっと、プラスになるやつが、出てきましたね。こちらで、あとはどこだ？機械室か。次は機械室ですね、機械室。これで 100% みたいですね。こんだけ持って帰りましょう。まあ、大したものはありませんでしたが、技術の方が、取れましたので、よしとしたいと思います。さあ人口の方は本当に減ってきましたね。かなり減ってます。とりあえずシェルター先に作るか。で、食料の方は低い位置で安定ですね。人が全然足りてないんですね。こりゃ困ったぞ。
回すものも特にどこから人を回していいのかも分かりませんね。とりあえずシェルターの方には子供が産めない感じの高齢者とかを、優先的に入れるようにして少し家を開けておきたいと思います。まあ、家を開けることで子供が増えて少し人口が増やせると思います。あ、葬儀屋は一人減ったな。さあこんな感じかな。遠征で徐々には、物が増えてきてますね。危なかった。廃材の方がなくなっていましたね。こちらの方をしっかりと指定しないと、折れませんので、ここら辺で指定しておこう。他の廃材とかは大丈夫？ 229,93 とまだ大丈夫そうですね。はい、ということで今日はこれぐらいにして、また次回この続きをやっていきたいと思います。ちょっとなかなかですね、思ったように進んでなくて、まだ拡張の方にたどり着けてませんが、もう少しやっていきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。